4時5分です。今日のニュース7項目をピックアップして青山さんと解説していきます。まず1つ目のニュース、こちらです。安倍危機突破内閣が発足。 昨夜、公明党との連立による第2次安倍内閣が発足しました。5年3ヶ月ぶりに総理に復帰した安倍総理大臣。国民、国家国民のために目の前の危機を打ち破っていく覚悟で危機突破内閣を組織したと決意を表明しております。で、全、えー、閣僚に経済再生と復興、そして危機管理という3つの柱で、えー、全力で取り組むように指示したことも昨日の会見で明らかにしております。はい。 えこれ、メールでね、はい、え注目する閣僚、誰ですかというメールもいただいてます、ねえーえー、足立区の刑事さん41歳の男性の方あ、どの閣僚に注目されているでしょうか、また少し不安に感じてしまう人などもいるのでしょこれあの、これも良いのご質問だと思うんですけど、あのはい、正直注目、注思わず注目しちゃう閣僚が多いうん内閣であるとは言えると思いますね。はい であの、全体を通じて言えるのは、先ほど、勇敢フジの見出しの話もしましたけども、ぶしたたかな組閣ぶりです。したたか例えばね、はい、その凡庸なっていうかその、初めての組閣だったら、やっぱり一番考えるのは、閣議で揉めたりしないでねうん、えー、閣議っていうのは、日本の場合は全員一致しないと何事も決められないっていう、まあ、正直言うと、国際社会からすると不可思議な定めになってるわけですね。はい 内閣総理大臣も一員にすぎないんですよえ。全閣僚が署名してくれないと、いかな小さなことも決められない。必ず全員一致だと。で、そういう原則がありま、ましてや日本社会の横並びの雰囲気ありますから、はい、閣議は揉めないことになってるんですが、これ明らかに揉める閣議になるんですね。<ー>例えば、もちろんテーマによりますけれども、例えば、あ戦争の歴史をどう見るか。 はい、あるいは従軍慰安婦の問題やあ、あるいは中国との間で、軽、え、装、ー、になっている南京大虐殺の問題をどう見るか。例えば名古屋の河村市長が問題提起をなさいましたよね。はいはい、この放送で河村さんが疑問を提出ているのは正しいということを何度も言いましたけれども。えー、例えばそういうことにも、この安倍政権、最初からすぐ踏み込むとは思いませんけれども、基本的にやっぱり5年目も目指す政権です。小泉さん5年半。 中曽根さん5年。はい、何かやろうとしたら、やっぱり日本では5年かかります。うん2000年以上の歴史ある国ですから、1年、2年で物事を変えたりできませんから。そうすると、今話に出たような、例えば、あ従軍慰安婦であったり、そういうようなことについてね、ええ、明らかに、例えば法務大臣に入ったあ谷垣貞和さん、はいえー、つまり、えーまあ あんまり派閥の話したくないですけど、自民党で宏池会って言われた、宮沢派ですね、最近の呼び方で言ったら、例えばね。いやあのい、今の最近はもっと違うんですよ。はい、でも例えば、そ従軍慰安婦の問題であの判断を出した内閣だと、宮沢さん。はい、つまり、どっちかというと、中国、韓国に対して、戦争責任を通説に感じて、頭下げていなさいっていう。 グループの中で育ってきたんですね、谷垣さん。谷垣さん自身が全くそうだと言いませんけれども、その谷垣さんと、例えば、あ女性で入閣された稲田朋美さん、はいで、稲田さんは安倍さんと歴史観は全くうほとんど同じと言っていいと思いますけれども、これあの、論議なしで済むわけがないです。うんだから安倍さんがあ、その記者会見で、自分と意見の違う人もあえて入れましたとおっしゃいましたけど、それは実は。 ありのままに言ってるんであって、これあの、閣議が必ず紛糾することを前提にした、全く珍しい組閣ですね。はあ、で、そういうことをやらないと、日本の敗戦の歴史っていうのは乗り越えられないっていう、多分、あの、志があるんじゃないかなと思いますし。はい。えー、ただその、安倍内閣やその他に批判的な方から見ると、常に揉めてる閣議っていうふうに、 例えばさっき、夕刊の紹介しましたけれども、ええ、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、こういうところはずっとその閣議がなかなか一致しないじゃないかっていう疑問を呈することは予想できますね。閣、うん、内不一致ってことです閣、ね、内不一致っていうのね、今まで打活のように嫌われた言葉ではあるけれども、その閣内不一致、はい、最終的にはもちろん一致させる自信があってのことでしょうが、うん、少なくとも議論,議論の過程では不一致を前提にしてるっていう。 そういう意味では、僕も、長いこと政治記者、その前に経済記者をやって、内閣見ましたけど、初めて見ましたね、これね。だから、そういう意味から、例えば注目の閣僚は、行政改革担当大臣の稲田朋美さんと、法務大臣の谷垣さんであったりするわけですが、個別に見ても、例えば、麻生さんが副総理に入られてます。 えー財,えー、財務大臣と金融担当大臣を兼務されるから、経済の担当ってことに、みんなのイメージ強いと思うんですが、はい、本当は麻生さんは、あ本来はその中国に対する一種の封じ込めをあの提唱されてそれ、それで自民党政権の中いやあの、自民党の中からも足を引っ張られた経緯があるんですね。お<ー>で、えー、例えばインドとか、 そういうところと関係を強化して、その中国をフェアな形ですけども、お要するに外にあまり圧迫できない、あ圧力を中国がかけられないにしようという考え方でしたね。で、そういう外交への影響が実は非常に大きいと思ってます。うーうー経済のことをに加えて、はいで。したがって、外務大臣に岸田さんという、今まで、えー、外交の世界ではあんまり名前を聞いたことがない人を持ってきた。うん これあの安倍さん自身が外交やりたいからだっていう話もよく聞きますけどそれもその通りだけれども、麻生さんの力が発揮しやすいように、あえてえ外務省、いや、ん外務大臣に岸田さんというまあ温厚な、そして外交の世界ではあまりなの通ってない、それに比べたら麻生さんは少なくとも総理やりましたから、国際社会でも極めて長通っているから。 麻生さんにやりやすいようにした外交の布陣ですね、これ実は。うんで、あと石原伸晃さんを、はい、環境大臣、大臣すなわち原発事故担当大臣にも持っていったっていうのは、これは強烈な、はい、まあ一種のパ,あのパンチを食らわしたような人事で、それもこれ、安倍さんのシーンかどうかわかんないけど、事前のメディアのリーグでは総務大臣に持って行ってあげると。そういう感じでしたね。<で>はい それで、僕、石原伸晃さんが日テレの記者時代、僕、共同通信の記者で一緒に中曽根総理の総理番やってたんで、もう長い長い付き合いですね。もう四半世紀超えた付き合いですけど、ちなみに彼、全然変わりませんよ。 なんか偉そうにしてるとかそういうことは全然ないです。いや、昔から結構偉そうな記者ではあったんですけどね。<laughs> そうなんです、ね <laughs> うん、ただし全然変わんないですね。へ<ー>だから一般のイメージとちょっと違うと思うんですけどね。うんただし、あの、少なくとも石原信哲さんの周りの人は、お総務大臣くれんのかっていうことで、実際にお喜びなさってた。うんはい、たまたま僕石原さんにその時電話してないから、ていうか僕変わると思ったんで、総務大臣のわけがないと。なぜかというと、今言った通り。うん、はい。 あの、日テレの出身ですからね。ええ。だから日テレの記者時代の話も今あえてしたんですけど。だから総務大臣のわけないんですよ。だから普通に考えたら、ああはい、これは、ああ、要するに、 安倍さんの真意とは僕は思わないけれども、少なくとも誰かが流した意図的な情報だって分かるから、ぬ、うん、か喜びなんですんのかなと思ったんですよ。<ー>で、最終的に、信ブテルさんはどこに持っていくかと思ったら、はい、なんと原発事故担当大臣。<ー>これは事前に例えば、あの、新聞書いてたら、ブラックジョークかと思うでしょだって、大失言があって。そうですよね。それが社者のノブテルさんの総裁選での敗北につながったわけですからね。はい、もうその失言あまりに嫌なんで、あの、うん、僕、繰り返しませんけれどもね。 えー、福島の原子力災害について出現してしまった、そこに送り込むわけですからね、だから、この見方によっては、その自分の出現をカバーするように頑張ってくれと<ー>意味にも聞こえるけれども、はい、普通で言うとその、つまり5年を政権やろうとするとですよ。 今まだ若い信輝さんも、もう本当は55歳だから、はい、5年安倍さんやっちゃうと、信輝<度>さんも還暦すぎちゃうから、それまでにやっぱり手を挙げようとは、反旗をひり返そうとするのが普通だからあ、その頭を抑えるためにやったとも見えるわけだし、それから信輝さんがここ乗り切ってね、自分の出現をむしろ逆手にとって、福島の人々の信頼を勝ち得たら、石原信輝っていう、今一旦へこんだようになっている政治家の新しい局面、 開けますからね。だから、あの、自分より3つ下の、実は3つしか違わないんですけど、はい、イメージは、信ブさんの方がはるかに若い感じしますけど、ね、本当は3つしか違わない。その、まあ、1世代じゃなくて、4分の1世代ぐらい下の人をちゃんと育てるっていう気配も見せながらっていうね、全体にこれはね、は<ー>もう本当に練りに練った、あの、序格であることは間違いがないですね。 あの総裁選でもう一人争った林芳正さんも農林水産大臣で、これ、TPP とか結構めあの、大変な職責のあるところですよね、うん、これはでも僕は林さんに明らかにチャンスを与えたと思いますね。このメンバーの中で一番アメリカに人脈持っているのは林芳正さんなんで、<ー>だから実は普段の農水大臣と違うよというメッセージですね。 農水だけど、ちょっと外務の方も足かけてるみたいなところあっ TPP については、むしろお岸田外務大臣や、あるいは麻生さんよりも、うんはい、副総理の麻生さんよりも、この林芳正農水大臣がやりますよっていうメッセージがこれちゃんと入ってるんですね。へーねあー。アメリカ側で常に反応ありますよ。そのアメリカ側で、その英語使いとして知られてるのは、このメンバーでは、ほかに英語上手な方、山本一太さんなんかも国連本部にいらっしゃったけれども、そうですね、林さん、英語、実務的な政治的な英語使いますからね。 うん、あの、はい、プレスセンターで記者会見した時も、お一人だけ英語でスピーチされてましたしたがって、えー、少なくともその TPP で議論する気があるんだなってことが、アメリカのメッセージ、そしてこれ、伝わってるんですよは<ー>これ、農水大臣の人事としては、えー、国際社会と対話できる農水大臣を持ってきたっていうのは、全く初めてだと思いますね。うんだから林さんはこのチャンスで生かせなかったら、それは林嶋さんの未来ないんですよ。うんね、はい えー、それからメールでいただいておりますのは、こちら、えええ、哲夫ちゃんという方ですね。えええー、私個人としては、小野寺防衛大臣には、復興担当か、うん、復興担当大臣か副大臣として、被災地の復興を早く進めてほしかったんですが、とうん、まあ小野寺さん、あの福島、確かでいらっしゃるから、ええということですね。えっとね、あの、こ,これも、すっごいのいい質問でですね、えー、えっと、 小野寺ちゃんは福島,じゃ福島だったかな、宮城県ししだと思いますが、えー、この実は小野寺、今、思わずちゃんって呼んじゃったけどね、<laughs> あのー、これ、正直言って、あのー、まんま友達なんですよ、それどうしてかというと、彼、政治家に珍しく、東京水産大学、今の東京海洋大学出身で、はいえー、私的に私の配偶者であるところの。 まさか小野寺ちゃんが配偶者じゃないですよ、皆さん。<laughs> 青山千春博士 <laughs>、はいえー、日本で初めて女性で大型船の船長にもともとはなったんですが、その船長の資格取ったのは、東京水産大学公開課というところ、今の海洋大学の公開課ですね。<laughs> でだから小小野野寺寺さんがが大臣が えー、後輩なんですよしたがって、あのもう本当にまだ選挙に全然弱い頃から、あのずいぶんあのお付き合いがあって、この,この彼もさっきの石原伸晃さんとはまた違う意味かな、全く変わらない人で、ですね本当に謙虚な人で、実は3.11東日本大震災あってから、この宮城県の南三陸町、はい、皆さんご存知の,あの遠藤美紀さんや、 えーえー、その、職員の方々が最後まで津波の避難を呼びかけてくださって、えー、職員の方は、その、遠藤美希さん、一週間後に結婚式へ帰ったこの美希さんはじめ、みんな津波で殺されましたけれども、その放送が最後で続いたために、えー、たくさんの町民が生き残った。うん、えー、ここ、小野寺さんの地元で、えー、僕は、もうその、被災直後から、この小野,小野寺さんと実は、もう二人して、這いずり回るように、 もう本当に見渡す限り瓦礫と、あるいはその地獄の炎のような、あの、がれが燃えてるんですよ。昼間も朝も夜もですね。そして目の前の川で、また新たに車が沈んでいく。その現場をこの小野寺さんと回って、えー、僕は正直言うと小野寺ちゃんとしか呼べないんですけどね。本当にその時に、こう、政治家として売り込んでるんじゃなくて、あの、人間として、これがもう、立ち上がらずにいら,られようかというね。 遠藤美希さんのののことも含めてねあの彼の本当に裸の人間像を見ましたよでもそういう間もね、防衛、外交を自分の専門分野として、本当に海外とメールや電話で連絡を取りながらね、勉強を重ねてました、したがって、この防衛大臣に小野寺さんを起用したっていうのは、安倍さん、あのよく人を見てるなと僕は思いましたよ。<ー>あの復興担当はね あの、まさしく福島が、選挙区の根本さんを、これあの、落選してたんですよ、ね、根本さんね。あ、2009年の200年。ええー、だから3年3ヶ月ブランクあった人をいきなり入閣させるってめったないことで、うん。だこれは被災地のメッセージなんですよ。あの、福島の地元でもあり。それで、はい、やっぱりその、復興のヘッドがね、何人もいたら、復興担当大臣困っちゃうわけですよ。はい。あっち行きこっち行きになりますからね。だから復興担当大臣は、 その福島出身の根本さんに、クシし、しかも落選で苦労をしてて、い、えー、わば落選してたからこそ、国会に行く時間がないので、被災地をよく回ってた根本さんを起用して、そして防衛は、その若い視点で、新しい視点で見ることのできる小野寺さん。小野寺さんはさっき言って高知会の出身なんですが、はい、NHK なんかでは、だから中国に近いとか、もうでたらめな報道をしててですね、<ー>僕、NHK ニュース見て、すぐ小野寺さんにゆうべ電話して、<え>あなた、自分でちゃんと抗議しなさいよと。うん高知会とか、古い話するんじゃないと。 小野寺さんのおこう防衛対する考え方は、僕ともすごい共通してますからね、とら、えー、われない考え方なんで、まあ、そういうところにも注目して、同時にぜひぜひで厳しく見ていただきたいと思います、はいえー、では、ニュースピックアップ7続いて2つ目、こちらです。慰安婦に関する河野談話、菅官房長官が見直しを検討。 えー、河野談話というのは、ああ、先ほどありましたが、自民党の宮沢喜一内閣が、はい、細川森弘連立内閣に代わる直前の平成5年8月4日に発表した、ああ、ものでして、従軍慰安婦という戦後の造語を使って、その募集に関県などが、ああ、直接これに加担したこともあったという表現で、えー、日本の軍や警察による強制連行があったというふうにいした内容であります。で、これを踏まえてのニュースなんですが、このこ河野洋平官房長官の談話を、 見直しも含めて、有識者が検討するのが望ましいという認識を示した、はいえっとこれはまずこの河野談話の中身なんですけれども、はい、これはあの右とか左とか一切関係なく、まっすぐ真ん中から見て、ひどい談話だと僕は思ってますね。うん、というのは、まずその十分慰安婦って言葉自体が。はい 今の飯田紅茶のニュースもあったと思いますが、これ戦後の造語、うん、一ジャーナリストが自分で勝手にでっち上げた言葉であって、はい、日本が戦争に負けるまでの歴史の中に、この言葉自体がなかったんですよ。うん、それがあったかのように、自国民すら誤解させる中身をあ、あるいは談話を官房長官が決めてしまう、いや、出してしまうというのは、こんな国は普通はありえないわけですよ。うん、自国を貶めているわけですからね。はいで 僕はこういう話を講演会でしますと、あの若い人よりも年配の方からね、いや、慰安婦ってのは本当にいたんだから、青山さん、そこだけはあんたの言うことおかしいよって言われるんですが、うん、違います、僕言ってるのは、慰安婦はいたし、今もいるんですよ、うんうん、イラク戦争、旧ユーゴ戦争、そしてパレスチナ戦争、僕行きましたが、パレスチナ戦争では見なかったけど、イラク戦争、旧ユーゴ戦争、あのユーゴ戦争では、ですね、慰安婦っていうか、その兵士と売春行為を行う女性の方々、実はたくさん見ました。はい 現在もいます、どこの国の人かは言わないけど、例えばアジア諸国の貧しい女性だったりするわけですよね。でもそれを例えば米軍が管理してたり、イラク軍が管理してたってことは全くないし、そんなことできるはずがないんですよ、戦闘をやりながら。でしたがって、この慰安婦問題っていうのと、従軍慰安婦っていうでっち上げの話とは全くあの違うことだし。 こ,のこれも本当に一員でジャーナリストが自分の売名のためにやった話を政府が追認するって一体どういうことですか、はい、だからこれ見直しは当然なんですが、でも今日官房長官がすでにその、えー、多少回りくどい言い方だけども、見直ししていくんだって意思表示したのは、僕ちょっと驚いたんですよ。はい、というのは、つい最近、この安倍政権の一番中枢の中枢にいる人と話したときに、えー、僕は、 例えば、竹島の政府式典を、来年2月22日、竹島の日に政府の式典やれないって言うんであれば、僕はやるべきだと思いますけど、やれないって言うんであればですね、例えばアメリカに配慮してやれないって言うんであれば、アメリカは日本と韓国は揉めんのを嫌いますからね、中国に対しするためにも嫌うわけですよ。で、それなら、それならね、例えば、高野談話の見直しなんかはちゃんと早くやってくださいって言ったら、いやいや、 アメちゃん、それが一番できないんだよって言われたんですよ。<ー>なぜかというと、日本はもうこの安倍第二次安倍政権できるまでの間に、韓国のロビー活動に散々やられてる、アメちゃんもよく知ってるでしょうって言われたんで、それは実はその通りで、<ー>セックススライブっていうね、はい、性の奴隷っていうね、これ、十分ヤフンがいつの間にか、性の奴隷に英語で変えられて、うんはい、これ、メディアが変えたんじゃなくて、韓国が意図的に言葉をアメリカの中にロビー活動で、つまり政治家にお金も渡して広めてですね、うん、それ、広まっちゃってるんで、 これやると、韓国とどうのこうのうよりは、その日米同盟の連携強化っていうこと自体がおかしくなっちゃうんで、これ一番できないって言ってたんですよ。うんそれが、これ、早くもこういう方向が出てくるっていうのは、安倍さんの意思がいかに硬いかということだと思いますね。はい、A ニュースピックアップ7、2つのニュースを取り上げました。ご意見お待ちしておりますメーールはボイスアットマクです。 4時26分です。引き続き今日のニュース見ていきましょう。続いてこちらです。日本未来の党、わずか1ヶ月足らずで分党が決定。日本未来の党は今日、両院議員総会を開きまして、正式に分党党を分けることを決めました。 決闘が11月28日ですんで、で、明日でちょうど1ヶ月というところなんですけどね。えー、国民の生活が第一次不信の国会議員15人が未来の党を離れるということなんですが、日本未来の党という名前は、加田代表側が引き継ぐ方向で、小沢さんたちは新しい党の名前を検討します。で、これに対してはメールもいただいておりまして、松戸のエリさん40代、主婦の方。はい。 もういいいい加減にして欲してと思います。うん、国民、国の未来のあり方をどのように考えているんでしょうか、馬鹿にしているように思えてなりません。いや今日いただくメール、それぞれもう本当に僕、感心しちゃうんですね、うもう政治家より国民が明らかにあの上の国ですね、まあ、それはい,いいことで言いたいんだけど、本来は政治家が占領と選ばれた。 良,いね、良き人材っていうことなんですけどね、でもこの主婦の方がおっしゃってるうーん通りで、あの僕も今、トーンが低くなっちゃってるけど、これって、笑いたいニュースでもあるんだろうけど、悲しいですよね、これ、んあんまりにも無残で、えー、だってここに入れた票もたくさんあるんですよ、はい、ここを信頼した有権者もたくさんいらっしゃってですね。 で、これがこの低たらくって一番何を物語ってるかというと、小沢さんと加田さんが一致したはずの、その卒原発、はい、原発やめちゃいましょうっていう話が、実は選挙のスローガンに過ぎなくて、特に小沢さんが反原発のうねりがすごいからって言って、加田さんをいわば使って、えー、この党を、はっきり言いますが、うん、あのもうでっち上げの政党としか言えないですね。だって実態ないんですから。はい そして、その、原発をどうするかっていうことが、単なる選挙用のスローガンだったっていうことを、これ示してるじゃないですか。だってね、これ、あの、なぜ分裂するかというと、人事だけでしょそうですね。つまり、小沢さんのグループからすると、小沢さんをさておいて<え>え、社民党から、いわばこの、飛び出してきちゃった安倍智子さんを共同代表にしたいとか、あるいは、国会に議席がなくて、また落選した、 飯田哲成さんっていう、はい、その反原発の運動家というべき人を重視しようとするのはけしからんという、その要するに人事の揉め事だけであって、うん、原子力発電を含めた日本のエネルギーをどうしますかということで紛糾したって話が、もう聞こえてこないっていうか、<laughs> 実際ないんだもの、<laughs> 全く。それ、正当ですかうそうじゃなくて、私たちの政党助成金をくすねるための、もうはっきりと。 詐欺みたいな団体じゃないですか、これは。有敢不自の見出し、金目当てと大きく出ております。これはもう本当に、あの、悲しみでいっぱいになっちゃう話であって、まあ、いっそ僕はこういうことをきっかけにして、僕ら有権者の側が政党助成金っていうのを見直しましょうっていう問題提起もした方がいいと思うんですね。それと、お実は今、その関西テレビの他局で申し訳ないですけど、アンカーっていう番組が、もう、あの、なぜか、 年末年始の休みにハイバイと入っちゃってるから、<ー>この束角についても、はい、あの今の政治の動きについても何も、えー、生ではなかなかコメントできないんですが、このボイスは生ですから、はい、私の責任で申しますが、加田さん、あなたは、その、あなたは知事として選んだ有権者も裏切ってるし、うん、それから国政に期待して選んだ有権者も裏切ってるんだから、これは当然、えー、潔く政治家はやめるべきです。知事も,ももちろん辞職して、政界から身を引いて、それを持って、その、 日本の政治への信頼をかろうじてつなぎ止めるということに僕はすべきだと思いますね。それから小沢さん、何も発言なさらないけれども、そ加田、ね、さんがあのまた文句をおっしゃってたけども、加田、はい、さんに対してだけじゃなくて、まあ、例によって国民に一切説明がないまま、うあこうやって分頭して、えー、そして多くの政党助成金をその小沢さんの側が持っていくということについてですね、赤ちゃんからあ100歳を超える高齢者まで、えー、みんな1年間、 わ,わずか数百円じゃないかってあの、政治家は言うかもしれないけれども、うん、赤ちゃんに至るまでお金取られてるのが政党助成金なんですから、なぜ説明しないんですか。うん、説明すればいいってもんじゃない、僕は説明責任って言葉だけですいませんの反対ですけれども、この加田さん、小沢さん、それぞれもうそろそろ政界を引退して、責任を明らかにすべきじゃないでしょうか。はい ニュースピックアップセブン前半戦三つのニュースを取り上げました。残り四つはこの後五時台にお送りします。四時三十四分になります。ニュース百人組て寄せられたメールにどんどん答えていただきましょう。はい。高子さん、東京大田区四十一歳女性の方です。今日がザボイス年内最後の放送ということで、一年を振り返るという意味で、うん、青山さんが一番印象に残っているニュースは何でしょうか。またご自身の二千十二年はどのようなものだったでしょうか。うん。 えー、ちょっと今日疲れたんですけど、このー <laughs>、えー、メール。というのは、はいあの、まだ年末モードになってないですね、僕ねまだもう仕事が同じように続いてるんで、えー、ただ、これあの、やっぱりいい質問っていうか、ね、きちんとリスナーの方考えてるんだなと思うんですが、一番印象に残っているニュース、うん、それはもちろんこの総選挙なんですが、その中で、その,その総選挙で1つ選ぶとしたら、 あ実は、維新のお57っていう、その数字ですね、<ー>僕は、むしろ。はい、で、橋本徹さんとしては必ず生き残っていくんで、えー、このお57っていう、勝ったような負けたような、 あ議席っていうのが、はい、その橋本さんの頭を今、一番ね、彼、回転もともと早いですけど、その回転回数が、この中途半端な数字のためにね、よけぐる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 っと今回ってる最中だと思うんで、は<ー>で自由民主党の、えー、295円っていうのは、はい、実はあのー、僕が配信している会議選レポートでは、それも予測してたんで、投票率が最低になるとお、300近くにまだ上がってくるってい予想通りなんです。 じゃないけれども、パテンというのは面白いことなさるな、橋下徹っていうね、あのまあ、よくも悪くもその、その時々の情勢に合わせて、はい、え考えを変える人え、それは正直言って、僕と生き方が全く違うんですけれども、しかしそれだけに彼は必ずね、生き残る、<あ>僕はバタンと倒れて、まあ、僕なんかどうでもいいですけど、死ぬかもしれないタイプですが、橋本さんは必ず這い上がっていくタイプなんで、下克上の人ですから。はい だから、その奇跡ですね、維新の57っていう奇跡天は,<ー>は面白いことなさるなぁと、で、2012年、僕にとってどんな年か、これはあの、はい、報道番組ですから、あんまり言う時間を取っちゃいけないと思いますが、いえいえ実はあのー、2年ほど前にスキーのジャンプで墜落して、腰の骨5本全部引きちぎっておりまして、それで医者からもう生涯、あの、肺弁、すみません、肺尿、このこと言って申し訳ないけど、自分でできませんよって言われたのに、半日で病院を脱走して。ええ えー、それで、その次の年にはですね、脱走したのは治療があの痛かったから、痛かったんですけど、痛かったからじゃなくて、うん、講演会をキャンセルしたくなかった。講演会キャンセルしたら被災者も聞きに来る人も大変ですから。うん、だから脱走して、佐賀県の講演会場に行っちゃったんですけれども、うん、でその次の年、つまり、 えー、去年は、その、3.11が起きる前に大腸がんの手術をして、はい、で、それも4日ほどで出ちゃったもんで、その後腸閉塞で死にかけたり、えー、そう,でう、ね、何回もあって、はい、で、今年、2012年はもう1月からこの今に至るまでずっとお体大丈夫ですかと、<laughs> その骨折してる人は、あなた腰大丈夫なのって聞くし、がんを知ってる人はなんで生きてんのみたいな感じだし、<laughs> だもんで、そのずっとそれに答え続けた1年でしたが、はい、後遺症、 あの腰は一切ななし、<ー>全くないんですねそれから、がんも初期の前でしたから、まあ、克服して、したがって2012年というのは、後遺症とか新しい病気が出ずに、ずいぶん1年間、ジムでだいぶ本当は体を作って、えー、実はこの間、といか、数日前ですけど、長野県に出張に行ったついでに、はいえー、ちょっとだけ時間あったんで、近くのスキー場を駆けつけて。はい えー、実はそれあの腰の骨5本折ったスキー場なんですけどほ<う>僕あんまトラウマってない性格なんでそこでガンガンに滑りましてへ<ー>、えー、体力回復を実感した一年でございましたあらー、えー、メールありがとうございます以上ザ・フォーカスでした5時11分です、えー、今日のニュース7項目をピックアップして青山さんと解説していきます、はい、後半戦まずはこちらのニュースからはい 中国に続いて韓国も大陸棚の拡大を申請。韓国政府は海洋資源の開発権が認められる大陸棚が日本の南西諸島の近くまで伸びているとして、国連に対して大陸棚拡大の申請をしました。 え大陸棚は沿岸から200海里の排他的経済水域内の海底を指しまして、えー、国連の海洋法条約では、あ海底の近くと陸地と、海底の近くが陸地と同じ地質であれば、350海里まで延伸が認められ、伸ばすことが認められていて、はいえー、海洋資源の開発は可能になるということであります。 えっとこれ、あのー、そもそも仕組みがですね、はいあのー、利害関係している国々の意見が一致しないと、うん国連は審査すらできないので、これ、日本が賛成するはずがないんで、もともと何の見通しもないことをこうやってぶつけてくるわけですね。うんで、これって、あのー、韓国はこうやって、えーまあ、揺さぶりかけてくるっていうことの一つです。あんまり… あの課題に考える必要もないですけれども、でも例えば来年2月22日の竹島の日に、政府主催の式典を仮にやらなくても、韓国はこういう揺さぶりはしてきます。で、同時にね、これ、韓国という国は、実は中国の顔色を見てるってことを、日本国民、よく知った方がいいです。韓国は朝鮮戦争の影響で、アメリカの顔色を見るっていうイメージ強いですけれども。 実際は長い歴史からして、中国の顔色常に見てて、うんで、中国は日本に対して、えー、まずその大陸棚がずっと中国から続いていて、その沖縄のすぐ西まで、はい、自分たちのテリトリーだということで実質言ってるわけですね、うん、えそ,その横顔を見て、韓国もポーズとしてやってるということなんで、うん、まあはっきり言うと、無視してればいい話だと思います。 えでは続いてピックアップセブン5つ目こちらです。シリア憲兵司令官が離反反体制派と合流へ。 内戦が起きているシリアですが、憲兵隊の司令官のアブドル・アジーズ・シャラール少将は、アサド政権を離れて、反体制派に合流すると宣言しました。司令官の離反者としては最高位の一人で、この離反によって、政権側の士気の低下がさらに進むと見られております。これは、実はあの結構、中長期的に考えると、大きななニュースなんですね。はい、ちょっとあのなんとなく中東は日本から遠いってイメージあると思いますけど。う あの実はシリアに行って、シリア軍の将軍たちと、つまりこの憲兵司令官とー位はほとんど変わらないような将軍ともかつていろんな議論をしたんですけど、はいあの、シリアって大きな矛盾を抱えていて、イスラム教の中の少数派のアラウィ派っていう、はいえー、宗派が、このアサド大統領、今のは息子さんで、そのお父さんの代から、はい その少数派のアラウイ派がアサド政権下で、不死2代にわたって独裁を敷いてきて,引いて,きて、そしてその多数派のスンニ派っていう人々が、多数なのにいわばその独裁の下に銃を奪われてきたっていう歴史があって、ですね要はそれを支えてきたのは軍であって、特に憲兵隊は国民を、はい、憲兵隊って本来は軍の内部のことをやるはずなんですが、 独裁国家だと、どうしてもその国民を押さえつける立場なんですね、はいで、それが離反したってことは、もうすでに水面下でアサド大統領が亡命先を探している事実はありますあそんな、今、サリンを使うんじゃないかってことを、本当にみんな心配してて、えー、で実際に僕は映像で見て、のけぞったんですが、シリア空軍の戦闘バーケーキの、これ、このあも言いましたっけね、えー、そのお腹のところにサリンを詰、はい、め込んでいる映像もあって。でも あの映像が僕も見られるってことはですね、これ要するに取引材料ですね。ああ。ええ。まさかサリンを自国民の上に巻くとは正直思いたくない。ただし、かつてイラクのフセイン大統領はそれやったんですけれどもね、まあ、あのクルド系住民に対して、はいえー、毒ガス兵器使ったんですけれども、今回それやるとは思わないというのは、アサドさんがやっぱり、あのより良い条件の、つまり生存と、それから富が、 約束された亡命先を探してる。はい、で、このアサド大統領の運命がどうかっていうよりも、皆さん、のエジプトが今、またひどいことになってるのをご存知だと思うんですね。はい、え、なんでああなったかというと、エジプトもシリアも共通してるのは、これ、世俗化って言いまして、要するに、あの、宗教政治じゃなくて、イスラム教をこう現実的に考えて、うん、その解律にこだわりすぎるよりも、現実に経済を良くしたり、あるいは女性の社会進出をどんどん認めたりと。うん あいう政治をエジプトでもシリアでも、独裁ではあってもやってきたわけです、はいで。それが独裁ひっくり返ったらどうなったかというと、民衆の中に食い込んできたイスラム原理主義が頭をもたげて、エジプトはそこが大統領も生んだ、うんはい、しかしもう世俗化してきた、それに慣れてきた人は、今更さらイスラム原理主義が上に来るってのは本当は困るわけです。それでああいう揉め事になって、しかも宗教が絡むと、ものすごい殺し合いとか拷問とか起きるんで、シリアは。 今が良くなっていくんじゃなくて、そっちに向かっていくと、ということは、北の大国シリアと、南のもっと大国エジプトが、ともにそういう状態になって、間にイスラエルが挟まれるという、非常に新しいタイプの不安定が中東に生まれるので、中東からたくさん資源を輸入している、メタンハイドレートの実用化しない限りは、そうせざるを得ない日本としては、これ、とっても重大な動きなんですね。うーん エニュースピックアップセブン後半戦5つ目までご紹介しました。お知らせを挟んで残り2つです。5時18分です。引き続き今日のニュース見ていきましょう。続いてこちらです。大津いじめ問題で同級生2人が書類送検。 先ほどニュースでもありましたが、去年10月に起きた大津市で中学2年生の男子生徒が自殺した問題、え警察は同級生3人から暴行を受けていた疑いが強まったとして、えこのうち2人の少年を暴行の疑いで書類送検しました。えー、もう一人の少年は当時13歳で刑事処分の対象にならないため、児童相談所に通告する方針であるということです。はい。あのー、 これは実は相当つらいニュースなんですよね、あの一つは、ですね、僕はこれあの、事件の真相が全部解明されたのかどうかっていうのは、個人的な考えとしては、あるいは事件記者だった時のささやかな経験からして、えー、まだ疑念が晴れてないんです。本当に、えー 暴行で追い込まれて、えー、自殺したという事件なのかということにも個人的な疑問がまだ残っています、はい、えただしもう刑事処分が決定したんですからその具体的なことはもう、はい、いうのは差し控えるべきだと思いますから申し訳ませんが逆に言うと、えー、刑事事件としてともとに,、えー、とにもかくにもちゃんと立件したということは あの、それなりに意義はあると思います。しかし、その上でですね、うんはいあ、あの、お互い学校生活を送ってきた中学生の中で一人が、まあ、少なくとも死に追い込まれ、あるいは死にいたり、うんえ、それから相手側が、相手の少年たちが、つまり中学生が刑事処分を受けると。一、はい、人は児童相談所への通告ですけど、これは、あの、13歳ですから当然そうなっただけのことであって、基本的には全員が、 まあ、刑事処分うんなったにな等しいですよね、うんはい、でこの学校の事態を考えると、これ、やっぱり子どもの問題、中学生の問題以前に、先生、教師の問題だということは、うん、あの特にあの子供たちを今、育ててる親御さんはみんなそう思うんじゃないでしょうか、うん、あの僕も男の子二人を育てましたけれども、その,時の、まああの僕の子供にもいろんなあことありましたよ、思春期、青春期ね。はい しかし、やっぱり大切なのは、その、一つは家庭教育。それと同時に、その、家庭の手を離れて学校にいるときに、教師がどんな背中を見せられるのか、うん、先生方がどういう生き様を見せて、その背中を見るだけで本当は育つはずが、それが、自らの生き方を語れないので、え、ー 先生が萎縮したり、はい、あるいは場合によっては手を挙げたりということがその、いずれも起きてしまうというのが今、学校の実態の一つですよね、あの私たちの研究所は、その教育科学部のま,まだ準備室ですけれども、教育改革もやりたいと考えていて、まあ、あの第2次安倍政権も教育問題を一つの大きなテーマにしてるわけですけれども、はい、あえて1個だけ提案すると、ですね教師の給料を爆発的に上げませんか。 やっぱり良い人材が来ないと、つまり明治国家の日本がどうしてあんなにその暴行していったかというと、うん、一番、うん、良い人材が先生になり、政治家になり、軍人になっていったから、明治国家はあえて。 立ち上がっっていったんですね教師をよみらせるためには、良い人材を集めるしかない、良い人材はまずやっぱり、給料を上げることも一つの大きな手段だと僕は思っています。そんなことを言うのかと思われる意見もいろいろあるでしょうが、ええ、まず現実に僕たちが負担をして教、先生方の給料を上げて、良い人材を集めませんかというのを一つ提案したいと思います、はい、えでは続いて、ピックアップ7、7つ目こちらです。 アメリカ元大統領のパパ・ブッシュ、熱が下がらず、集中治療室に。パパ・ブッシュとして知られる88歳のブッシュアメリカ元大統領が、入院先のテキサス州の病院で集中治療室に入っていることがアメリカで報じられたようです。帰還支援のような咳が止まらずに、11月23日から入院していたということなんですが、 あ熱が下がらないんで今月二十三日から I C、えー、U ですね集中治療室に移されて、はいはい、誘導食に切り替えられた。まあ湾岸戦争を戦ったアメリカの指導者があ来るべき時は来たということで、あのまさしく事態がまたあの大きな音を立てて変わりつつあるなという感じがするんですよね。でこのパパブッシュっていう大統領はその湾岸戦争を起こしたけれども、はい、サッダームシイン大統領を最後まで追い詰めることをせずに、はい、戦。 戦争を終えて、うん、それが後のイラク戦争、息子の、うんはい、戦争につながっていったわけで、うん、であの時サッダー・ムセイン大統領を一気に追い詰めなかった判断がいいのか悪いのかというのは、やがて歴史があの大きく判断する、とっても大事な歴史の分かれ目だと思います。僕はうん えー、あの時、えー、決断すべきだったと考えています。<ー>はい。ただ、ただし、イラクにとったら、あくまでアメリカの侵略であることも付け加えておきます。うんこのタイミングで、また中東がちょっと不安定になってるというのも皮肉なところですね。うん、まあ、歴史って、こういうふうに、こう、いろんな意味で、タイミング重なるんですよね。え<ー>、ニュースピックアップセブン、七つのニュースを取り上げました。このコーナー、ポッドキャストで、毎日無料で配信しています。詳しくは、番組ホームページをご覧ください。